ミナス山とは中米の国の一つホンジュラスの最高峰として知られる山である。一般に標高は2870メートルとされているが異なったデータも存在する。ホンジュラスは国土の6割以上が産地という山立ちな国でそのような国にある山々の中で最も高い山がミナス山である。この山はそんな国の西部に位置していて この山とその周辺地域は1987年にホンジュラス政府によって国立公園に指定されている。なお地元の縮尺5万分の1地形図でみなす山の標高は2849メートルになっているが、シャトルレーダートポグラフィミッションによればみなす山の標高は2870メートルであり、2870メートルの方がより正確な標高であることが示唆されている。 http://www.peakbagger.com/speak.aspxp.equal 8099this, Prominence Value is based on an elevation of 2849m Central, アメリカカリビアンウルトラ Prominence Page. peaklist.org, リリーブド二千十四年五月十九日サウスワースジェーンキャサリン・タッカーザ・インフルエンス・オブ・アクセシビリティローカル・インスティテューションズアンド・ソチ・オコナミック・ファクターズオン・ホレスト・カバーチェンジン・ザ・マウンテンズ・オブ・ウエスタン・ホンジュラスマウンテン・リサーチ・アンド・デベロップメント二十一21-276ドイ、十点一六五九 0276から474万1021、0276、パイリー2.0、CO2、一瞬0276から4741、奥区1億706万7 0 0ありがとうございます。